みなさん、バンテール今回は、はい、聞き舌対決をするのです。聞き舌対決、はい、なんだそれは。こちらをご覧ください。ドドン、おびただしい量のオレンジジュースと、めちゃめちゃある、はい、コーヒーとオレンジジュースが並んでおりますね。これをですね、飲み比べてもらって一種類だけ出します、うん、これを飲んでもらって、これは何番だっていうのを当てていくのです。わかったぜ、はい、しかも今回はですね、正解したらなんと好きなドリンク、これはオレンジジュースとかコーヒーとかに限らず、うん、本当に自分が好きなドリンク1ヶ月分プレゼント。いいのいいの、もう大盤振る舞いなのに。まずプリエでもいいの？あの外国の高いレストランで、なんか下の方に書いてあるドリンクのやつね、いいの？炭酸のやつ、ね、いいのね。あんまり高いやつでもいいの？どっちでもいいのね。それはダメ、それはダメだけど、まあ、1ヶ月分もっとすごいじゃん、はい、プレゼントしてもらえるのに。もう太っ腹。ただ、うん、不正解だったら、うん、全力でそのドリンクに謝罪会見をツイッターにしてもらうのです。ドリンクに謝罪会見するの？もう大真面目にドリンクに謝ってください。もう負けないからね。いいんだけどな。当てたらいいですよ。それではやっていく。はい、 PQB。 コーヒーは大好きだからね、毎日飲んでるわ。確かにポンちゃんコーヒー飲んでるイメージあるのです。これ飲んでいいの？それ飲んでほしいのです。結構たっぷり入ってるから、こぼさないよう気をつけてください。いただきます、はい、ん、甘めだわ。これ匂いも大切ね。確かに、すげー嗅いでるやん、すげー嗅いでるやん。味が全然しない。匂い全然しない。喉越しも覚えたかな。確かに、でもコーヒーの喉越しあんまり変わらないと思うんだよな。オッケー、違う。わかりました。私が飲んだのは2番ではありません。はい、じゃあそれはそうですね、はけてもらって、はい、次じゃあ6番いくわ。はい、一番色が濃い。あ、ほんとなのです。ん、なんかこれ癖があるわ。違うな、私が飲んだのは6番ではありません。はい、すごい消去法だ。7番。見てる方もすごいドキドキする。これ保留ありですか？あ、それありだと思うので。7番保留。保留で5番いきます。はい、1ヶ月分がかかってるのです。ちょっと苦いわ、うん、私が飲んだのは5番ではありません。次1番いきます。はい、忘れちゃったよ。確かに、人間の記憶というのは曖昧なものなのです。私が飲んだのは1番ではありません。次3番。はい、近いぞ。保留保留、2つ目の保留。4番いきます。はい、これは違うわ。お、私が飲んだのは4番ではありません。そうなのです。ということは3番か7番。ちょ、7番もう一回飲むね。どうぞ。当たりました。出た出た。私が飲んだのは7番ではありません。お、あ、ということは、はい、私ポンミラージュが飲んだのは3番です。それでは正解発表いたします。挑戦者変なことしようとするから笑っとるやないかい。挑戦者ポンさん、はい、不正解。嘘、結構自信あったんだけど。ちなみにポンさん、あれ、ちょっと2番から行くわ。飲みましたね、はい、即答で、あ、2番ではありませんと言いましたね。2番、はい、嘘、あ、
あんなに記憶が新しい順で飲んだのに外しとるやないかい。ねえごめん、もう一回飲まして最初の。ほんとに、ね、差し替えてるんじゃないの。違うもん、ほんとだもん、ね、はい、マジ一緒や、色がね、色一緒なのです。ちょっと温度差が違うな。そんなことある、温度差が違うな。あー、でも温度は確かにな。ちょっとこれ後で商品名教えてくれるかしら。わ、はい、かりましたなのです。でも本当に答えは2番なので。あー悔しい。ということで、まぼんちゃんは謝罪会見確定ということで。え、コーヒーに、そうです。取材してください。はい、わかりました。はい、後日ツイッターにあげます。はい。では続いて、チャオがやる。うん、オレンジじゃ。オレンジってさ、コーヒーより難しい。これは結構難しいよ。じゃあチャオに当ててもらいたいオレンジジュースを渡すぜ。はい。こぼそうとしたな。こぼすとこだった。危ない危ない。さあ飲んで。ではいただきます。うん、普通普通ザ・オレンジジュースを選んでみました。これ、ね、匂いとか食感とか喉越しも大事よ。うん、記憶して。うん、君の小さな脳に記憶するんだ。小さい言うな。チャオに分かるのは 100% オレンジジュースってことだけ。チャオさん、これ全部 100% オレンジジュースなんだぜ。だろうな、だろうな、わかった、うるせえよ。クソが。わかった、覚えた覚えた覚えた。うん、じゃあチャオさんやっていきましょう。はい、 BQB。 うん、じゃあ1番。はい、いただきます。うん、違う違うぞ。違うか。チャオがさっき飲んだのは一番ではありません。怖え。一番だったらどうしよう。2飲む。はい。うん、チャオが飲んだのは2番ではありません。あ、早いぞ。はい、3保留。早い、保留も早い。うん、4番飲みます。はい、見るからに違う。チャオが飲んだのは4番ではありません。すごいブツブツしてるんですよ。ブツブツ、つぶつぶね。あ、そっか。すごいね、果汁、果実がすごかった。5飲む。ふぃ、5番いただくのです。はい。ん、悩んでるぞ。もう一回飲む。うん、よく考えたまえ。保留。2回目の保留。3、5が保留なのです。はい。6うん、6じゃない。6じゃない。チャオが飲んだのは6番じゃありません。最後7番いただきます。ん、ありていに言えば、うん、3、5、7全部一緒。あ、味一緒やね。待って、じゃあ3、5、7ちょっともう一回。そうですね、もう一回考えましょう。一緒なんだよな。一緒なんだよな。あ、色もまあ一緒ですね。これ難易度高いオレンジ。いや、難易度高い。これむずすぎ。これは直感を信じる。そうですね。チャオが飲んだのは、うん、3番です。チャオさん、ファイナルアンサー？ファイナルアンサーなのです。なんだっけ、音楽。なんだっけ。ディ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 
チョウさん、はい、不正解。ビニーズ、ビニーズ扱ってるし、3、5、7のどれかには入ってほしい。お願い。正解は5番でした。惜しい、惜しいね。もう一回正解伸ばして。
ございます。いただきます。あ、これ似てるな。あー、ちょっと濃いのか。一緒でも正解と正解飲んだ後に3番飲んでみても一緒。ちょっと飲んでみるのです。さっきのポンはまあ一緒だったな。一緒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 言うな。メーカーが頑張って作っとる。いや、3番一緒やいや、オレンジジュース難しいな。そう、皆さん、まあ味がね、似ているものもありますけれども、はい、まあ、お値段とか、はい、成分とか、うん、なのでね、お好きなものをお選びいただきたいと思います。はい、チャオさん、チャオさんも謝罪関係ですね。はい、やるしかないのです。1ヶ月分逃した。そがーそがー、うん、謝罪会見に向かうわよ。はい、パシャパシャされちゃうよ。やだ、お化粧しなくちゃするかいするかなんて浅いツッコミをしたの。締めます。 PQB チャンネル登録高評価よろしくお願いします。あ、Twitter もやってるのです。それでは今日はこの辺で、チャオ。次回予告、燃えるは燃えない。ポンは燃えます。その燃えは草冠の方ですね。草冠あれどういう意味？ええどういう意味のこれですよ。これこのこの燃えでしょ。これあ、その燃えですそうですおい、いい加減にしろ